はい牧山弘恵委員立憲民主社民の牧山弘恵ですここ3年間の国民生活経済に関する調査会におきましては統一した大テーマを誰もが安心できる社会の実現とさせて調査をさせていただきました特に困難を抱える人々にフォーカスを当て現状を把握するとと,ともに現在行われている対応を検証し それを土台にあるべき寄り添う支援の構築という形で、段階を踏んで理解と認識を深めてまいりました。特に後半期の2年間におきまして、私は調査会の理事として、小・中・テーマの設定、そしてそのテーマに沿った参考人の選定に従事させていただいた次第でございます。現在ののの日本社会が抱えるる多くの困難にそれぞれぞ立場から対応している 多くの専門家の方々から、参考人としての貴重なお話を伺うことができました。具体的には社会的孤立をめぐる課題や、生活基盤の不安定、新型コロナウイルス感染症により生じた困難への対応などについても、焦点マとして取り上げましたけれども、特に複数の角度から掘り下げて取り上げましたのは、子どもをめぐる、 問問題題そして外国人をめぐる諸問題でございます困難というテーマで抽出したこれらの諸課題の当事者、例えば困難に直面している子どもであったり、外国人であったりするわけですが、彼らは日本において政治的な発言権がないか、あるいは極めて限られているという点で共通しております。 言い換えますと自らの立場と主張を代弁する政治勢力がないということです国家の存在と役割が極めて大きい現代福祉国家におきまして政治力がない社会勢力への対応が後回しになっている現実は非常に重い意味を持つと思いますこのことにつきましては 選挙で選出され、国民の代表を担っている私たちが、社会の現実を政治の世界に反映しきれていないということを意味するわけです。そのことにつきましては、真摯に自制しなければならないと思っております。そしてこのことは、国民の民主主義への不信感、疑念につながりかねないと思います。 選挙は極めて重要であり、民主主義の根幹であることは揺らぎませんけれども、このような既存の政治勢力によって吸い上げることができない、政治的に表現をすると、いわゆる声なき声を政治の現場に引っ張り出していくということが重要となってくると思います。そのためには選挙における投票以外で弱,弱き者の声、顧みられることはなかった者の声、 社会の少数勢力マイノリティの声まあ、これらを政治の現場に直結していく仕組みが何よりも重要なのではないかと感じます今回の国民生活経済調査会における取り組みのように困難を抱える人々に寄り添い自分ごととしてそれぞれの専門性を 武器に事態の改善に取り組んでいる方々から現場の状況をお伺いしそして問題意識を改陳していただくこのことも社会の困難を政治につなげる一助になったのではないかと思っておりますただそれだけでは不十分で民意の反映という点で機能不全が機能不全が指摘される間接民主主義ですけれども大議制民主主義を 保管する手段として、住民投票等の直接民主主義を併用していくことも、構造的に社会の困難に対応するという意味で、検討に値するのではな,ではないかと感じております。人を選ぶ選挙制度を主と、えー、しつつも、国民に政策を直接選択させる機会をより積極的に作っていくということです。少なくとも身近に 存在する社会の困難には光が当たりやすくなることだと思いますそして現状より民意を問いやすくする民意を問うハードルを下げるインフラとしてインターネット投票の持つ意味意義により着目すべきではないかなと思います日本社会が抱える困難に対応するこれは単なる、えー、倫理観社会正義ということに沿っているだけ だけにとどまらないと思います現在はその直面している困難さが際立ち着目も注目も浴びがちですこれらの社会的困難に対する政策的な手こいれが成功した場合は我が国が再浮上するエンジンとなり得ると私は考えております日本社会が抱える困難に一つ一つ丁寧に対応していくことがとても重要です 困難を生む構造自体にも着目する必要性を強調させていただきまして私の意見とさせていただきますはいありがとうございました以上牧山博員の発言でございましたそれでは次に発言のある方は挙手をお願いいたします